はい、ということで皆さんこんにちは。本日もやってまいりました古原やすしさ TV よっ。はい、ということなんですけれども、今日はですね、一体何をしていくかというと、おもちゃ紹介の方をしていきたいと思います。はい、まあね、いろんなね、おもちゃ紹介動画ね、まあ今ね、世の中にはたくさんありますけれども、まあこうやってね、まあ実際やってた人がおもちゃ紹介するのもなかなかね、まあそんなにたくさんはないんじゃないかなというふうに思いまして、まあ僕もね、結構おもちゃ持ってたりとかするんで、どうせだったらちょっと紹介していったらいいんじゃないのというふうなね、まあ声もあったので、やっていきたいと思います。で、皆さんにね、ちょっと問いたい。やっぱりそのスーパー戦隊だったり仮面ライダーだったり、まあそのヒーローにとって一番大切なものって皆さん何かわかりますか？まあいろんなね、おもちゃありますけれどもね、それはやっぱりこの変身道具でございます。やっぱり僕たちはこの変身道具がやっぱね、このなんだろうな、ヒーローの醍醐味というか、まあこれがなかったらやっぱりね、変身できませんからね。ということで今日はね、まあ変身道具の方をね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけれども、今日紹介するのはこちらのドーン！ブラザーズのドーン！桃太郎が使うドーンブラスターを紹介していきたいと思いまーす。ドーン！前回じゃあのね、似てると思いません？こちらとじゃじゃーん。はい、こちら持ってます。ギアトリンガ、ということで32番のですね、これ、はい、ギアが入っておりました。いやね、面白いのがね、いろんなね、番号、まあ、45番まであったんだけど、これ、で、ゴーオンジャのギアで、ちゃんと、その32番ってね、言ってくれるっていうところがまたいいんだよね。今日紹介するのはですね、このドーンブラスターもそうなんだけど、このね、ギアトリンガーと似ているところ。まあ、あのね、作品自体も、なんだろうな、まあ、ほぼ、ゴーカイジャーの、ちょっとパワーアップバージョンみたいな感じなのかな。アバターチェンジだから、要は変身できるんだよね。で、ゴーカイジャーも、ね、レンジャーキーで変身できたりとかするんだけれども、だからめちゃめちゃ似てるんだよね。ということで、今からね、ちょっと、これを開封していきたいと思います。オープン！おー、出てきた。かっこいいよね。じゃ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 ーん。やってまいりました。こちらがドーンブラスターでございます。デラックスドーンブラスターということなんだけれども、この中にまず入ってたもの何かというと、まずこのデラックスドーンブラスターが一つ入っています。で、こちら、はい、ドーン桃太郎のね、ギアですね。はい、もう俺はドンブラレッドって呼んでますけれども、いやー、いいな、カイト2年連続はい、こちら、カイトのね、ギアが入ってるんですけれども、ここがスイッチになってるんだけど、これを、はい、ドーンブラスターと言っております。ちなみに、これの声をやってるのが、浜野大輝くんでございます。ほんとね、もう、放送、1話目の放送もう、キンキンで、浜野くんとお会いすることがあって、なんかめちゃめちゃなんか、ね、縁を感じてます、今。で、まあ、こうやって、こうやってね、まあ、かわいい。音かわいいね。はい。ということで、じゃあこれをまずセットしていきたいと思います。まあ、こういう感じかな。こっから、シャキーンつってやって。こういう風にやって。ドンブラコーン。バキューン。で、ドゥドゥシュー！桃太郎！うわーって感じでございます。これ外すのは、ここのレバーを、ぷいっていくと、落ちるということです。まあ、前回じゃちょっと入れてみたいと思います。で、入れたらロックされて、ここが。で、それで。いけ！全開ザー。はい、これはもうね、聞き覚えのある秘密のパワーということなんですけれども、じゃあさ、これ
逆に前回のそのギアを入れたらどうなのかってちょっと気になるので、ちょっとさっきね、僕がそのこのギアトリンガーに入れてた自分のこのやつちょっと入れてみたいと思います。これを入れてみたいと思います。入るかなこれ。まあ入るだろうけどね。おー、入るやん全然。いったれ、なったー、マッハ全開ゴールド。やっぱこれが一番しっくりくるな。うわー、かっこいい。いや、かっこいいね。なんかやっぱこれが一番しっくりくるね。やっぱ自分のだからかわかんないけれども、そうだからこれ前回のこのギアもだからもちろん使えるんだよね。いや、形はちょっと違うけどね。はい、形で言ったらこんな感じ。じゃーんと全然違います。違うけれども併用できるということで。まあそうだよね。だってさ、もうドンブラザーズ1話でもジュラン出てきちゃってるからね。あのロボットになるからね。まあこれドンブラスターでございます。でドンブラスター他にもなんかねボタンがあったりとかするんだけど、ここかっこいいね。ブブブブブーン。お、すごい、ゴーンじゃちゃんと言うね。じゃあちょっと他のやつも入れてみようかな。で、まあちょっとね、他にもギア持ってきてます。こちら何個かちょっとピックアップしたやつをね。はい、やっぱり一番最初はまあこのね、やっぱ赤レンジャーね、ゴレンジャーですよ。はい、でそして僕のちょっと赤色バージョンのギアがあって、そしてこちらゴーカイジャー、そしてこちら45番のギアでございます。はい、実はこれ僕ね、色2つあるんだけど、ギア自身がこうやって2つあるんだけれども、じゃあ2つともちゃんと全く同じゴーオンジャーって言ってくれるのかどうかもちょっと含めてね、聞いてください。じゃあまずもう1回ね、入れるね、このゴーオンジャーを。ゴーオンジャー入れます。それでダン、激レンジャーって言ったぞ今。あれ、激レンジャーって言ったよ今、重慶戦隊って言ってたよ今。で次、じゃあこの赤いやつ、赤いこのギアを入れてみたらちゃんと同じの出るのか。見て、赤赤かっこよくない？これめっちゃかっこいいでしょ。おー、かっこいい。いいね、やっぱ。で、いきます。キラメイジャーって言ったよこれ。マシン戦隊だから、ちょっとね、言わないやつがあるんだよね。これゴーオンジャーなんだけど、ギア的には。でも今キラメイジャーって言ったんだから、まあこれは言いませんでしたね。言わなかったね。はい、じゃあちょっと次、これ1番、これ1番入れてみます。1番、1番ね、赤レンジャーですよ。いきますよ。ドーン、言いましたね。いいね、ちゃんと言うね、言うね、言うね。じゃあまあ俺もね、ちょっとゆかりのあるゴーカイジャー入れてみたいと思います。ゴーカイジャー、いいよ。いけ！言いました！ドン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 ！ゴーカイジャー！いいね。これ関さんなのかな、声。やっぱり。ねえ、なんかその前回じゃの時は前回じゃのね、まあ担当の声の方がやって、今のなんか関さんな感じもしたけど、
どうなんだろう、ちょっと分かんないけど、バットかっこいい、こういうことですよ、こういうことですよ、こういうことですよ、かっこいい。2個使うとしたらどうするか、そしたらまず最初にこっちをねちょっと貯めとかないといけないわけですよ、こうやって、そうで貯めておいて同時に打ちたいんで、そう、これはこのままにしておいて、もう1個はこうやって、でこの瞬間に一気に打ちます、ドーン。うわーい、ということでございます。もちろんね、いろんな戦隊、まあ、アバターチェンジなので、僕もいます。じゃん！こちら、ゴーンレッドのね、ゴーンレッドのアバターのギアもあります。じゃーん！ゴーンレッドのね、はい。このギアをちょっと入れていきたいと思います。はい。ラムネは、すぐに食べて。ソースケがゴーンレッドに変身するときは、まあみんな覚えてるか知んないけど、これね、この、もうパカパカになっちゃったな、本当に。この5本ね、5本。5本をこうやってパッて開いて、こう、パッて開いて、こういう風にやるわけですよ。で、こっからパッて開けて、チェンジソールセット。ウィーンってガッ。で、レッツゴーオン！これで変身です。はい。だけれども、もし、エスミソウスケが、この、ドーンブラスターを使ってゴーンレッドに変身するのであれば、どうやって変身するのか、やってみたいと思います。みんな、変身だ！おう！っていう感じで変身してます。アバトローギアセットディーンって回るんだけれども、まあ、ほぼねここにいるメンツは先輩ジャーだよね、ここにいるのね。はい、例えば何がいるかって言ったら、まあ、特急ジャー、獣王ジャー、ニンニンジャーにキューレンジャー、そしてルパパッドでしょ、リュウソウにキラメイカ、はい、という感じでありますね。ドン全開王なんても真ん中にあるね、これ。じゃあちょっとドン全開王聞きたいな、ちょっとドン全開王入れてみたいと思います。ドン全開王どんな感じなのか、じゃあ行きます。いいね、応援歌みたいな流れてきた、ほら。来ました、全力全開。いいね、全力全開。次はキューレンジャー、まあ、これ全部使うかは分かんないけどね。はい、ちゃんと言いますね。まあ、キューレンジャーって言ったら、まあ、今までのね、人数の中でも、もう一番多いんじゃないかってくらい選手がいます。まあ、全員が人間体ではないんだけどね。あっぱれくんね、スーパー戦隊最強バトルではね、まあ、僕と、レッドのね、戦いがありましたけれども、熱い戦いでした。まあ、ニンニンジャーって多分ね、戦隊シリーズの中でも3作品目くらいの忍者シリーズかな。カクレンジャー、ハリケンジャー、ん？なんか違うの言った？ジェットマンになっちゃいました。はい、もうジェットマンです、この子は。ジェットマンで行きましょう、もう今日は。はい。特急ジャー。ね。特急ジャー。もう特急ジャーと言ったらね、もう列車のつながりで言ったら僕たちは、ね、古代エンジンがいますから。汽車もスッキライン、ケラインがね。ああ、ちゃんと言うね。もう一回行きます。撃ちます。おー！
わあ、これは嬉しいね。10王者。はい。こちらね。では、もう、これも、最強バトルで一緒しましたからね。まあ、一緒のシーンはなかったんだけれども、いきます。同じ鳥モチーフだからね、俺たちは。はい、獣王者。獣王イーグル。いいね。いいね、いいですね、いいですね。では行きます。次。ルパンレンジャーです。はい。また、つまらぬものを切ってしまった。ボン。はい、来ました。パトレンの方入れたらなんて言うんだろう。じゃあ行きます。パトレン2号のね、横山くんとは何回かね。あ、言いますね。ちゃんとパトレンジャー。かっこいい。警察センターかっこいいな。ということで次いきます。じゃーん、ジュールね、キラメイジャー。はい、いやー、キラメイジャーもね、なんか相棒な感じが良かったよね。でもあのロボットめちゃめちゃ綺麗だったよね、クリスタルの感じがね、本当に。いやー、キラメイジャーも本当に。ねえ、なんかみんなのさ、最後のさ、本人名乗りとかさ、よくできたよね、あれ本当に。最後です、これ。流装。いきます。竜ソージャーではね、まあ、オトパイセンね、竜ソーゴールドのね、妹、オトパイセンは朝一で実は共演してるんですよ。ドン。いやー、いいね、かっこいいね。はい、ということで、まあ、一通り流したんだけれども、あ、もう一個あった。ラスト。これが、ドン桃太郎じゃーん。なんか色がちょっと違う。色が違うし、ちょっとさっきのと何が違うのかやっていきたいと思います。いきます。もうこれなかった。おー、なんかちょっとスペシャルな感じあるね。ということでね、まあ、若干の違いがありましたけれども、皆さんね、いかがでしたでしょうか。まあ、ドンブラスターね、まあ、これから多分いろんなギアが多分出てくると思うので、思うのをね、自分のその推しの戦隊のね、ギア、ぜひ手に入れてみてはいかがでしょうか。面白いね、これね。だから多分おそらくこっち入れても、同じ音すると思うんで、ちょっとやってみようか。アバタローギアの、この、ゼンカイザーは、ちゃんとギアトリンガーに使っても言います。はい。はい。ゼンカイザーは言うね。このスペシャルなドモモタロウをこのギアトリンガーに入れたらどうなるのか、ちょっとやってみたいと思います。セット。今めっちゃリサーチしてると思います。ん？なんだこれは。ん？こんなやついたか？おい、みんな、探せ！リサーチしろ！なんだこの、このギアはなんだ？あれ？見つかりません！一体何が起こってるんだ？探せ、探せ、探せ！少々お待ちください！見つかりません！そんなわけねえだろ！探せ！つって。
隅から隅まで探せみたいなのが今多分この中で行われてる。で、結局見つからずずっとこのまま。まあ、簡単に言うと、あ、なんつった言ったのか今。あっかーいって言ったけど。え、それで、それが、これのやつなのかな。ドン全開よ。これはいけんのかな。これ入れますよ。おう、まあ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 。ドン全開王だから、まあ全開ザーって言ってるけど、まあまあまあ。だから面白いね、これ。だから、いろいろ入れてみたらいいと思う。だって、この時には、このドンブラザーズの、まあ、構想はもちろんあったとは思うんだけれども、さすがにここまでの声はさ、ないからね。ということで、まあね、いろいろ今やってきたんですけれども、お付き合いいただきありがとうございます。まあこんな感じ。もう、とにかくいろんなギア入れてみてください。ね、めちゃめちゃ楽しいです。はい、ということで、ギアトリンガー、そして、こちら、ドンブラスターの、おもちゃ紹介は以上になります。チャンネル登録、そして高評価の方、よろしくお願いします。